れはいるな。後で使うかも。これがお前の狙いか。太古の機械にまた命を与えることがとても役に立つ力だぞ。地中に埋もれていた機械の悪魔どもが、いや、これは悪夢だろう。悪夢か。そうだ、敵にとって最悪の悪夢が現実となる。そうだ、立て。じゃあみんな殺されちまうだろう。奴らが殺すのは我らの敵のみ。そして我らは大地を奪い返す。おい、フォーカスがおかしいぞ。周囲を探せ。侵入者がいるようだな。アーロイ、邪魔をして悪いが、こうするしかないんだ。誰だ。協力者だよ。フォーカスは無力化したが、いつまで持つかわからん。あとはお前次第。お前は誰だ。
殺すんだ。断る。死ぬ悔いは自分でしろ。
やったか。矢玉がある。
聞いてくれ。聞いてくれ。狙いは俺か。分かってる。聞いてくれ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 。約束だ。全てを話そう。当然だ。試練で私を狙った奴ら何者だ。エクリプスさ。先々種を気取ってやがる。カルトだ。シャドウカージャのな。シャドウカージャ。ああ、俺の知っているどのカージャとも違う。奴らは太陽を崇めない。奴らは悪魔を崇拝している。奴らの迷信などには興味ない。いや、あれは迷信なんかじゃない。あの悪魔は本物さ。名前もあれば声もある。あの恐ろしい声で命令を下すんだ。エクリプスは私の他に何を狙っている？知らないよ。母ちゃんの内乱を考えるとアバードを倒して都を奪還するつもりかもな。じゃあなぜ私を狙う？そんなこと知らん。試練ではある男に殺されかけた。長身で屈強で死んだ目のヘリスだな。何者だ？三の死神。凶王の戦士だった男さ。死を呼ぶ者として恐れられてきた。凶王が死んでからはエクリプスを率いてる。奴はこの世で最も危険な男だ。奴らが崇めるその悪魔の名前は？ハデス。そう呼ばれてる。ハデス。声を聞いたんだろう。一度だけ聞いた。あんたを見た時に。あれは骨まできしみ、内臓をえぐるような冷たく恐ろしい声だった。鉄の音だが、遺跡にあったものともカジマの音とも違う。何と言っていた？システムが脅威を検出。たったそれだけ。恐ろしい悪魔の声で。お前はなぜ目をつけられた？なぜお前の家族を人質に取ったんだ？俺はタカリア。暗闇での物探しを得意にしてた。だから偵察に持ってこいだと思ったんだろう。創造主の落日で仕事して外に出たら奴らが待ってた。妻子を見た時は笑っちまった。奴はヘリスからの伝言を見せつけてきたんだ。笑いも凍っちまったさ。フォーカスを渡され、行動を監視されて命令に従った。メリディアンに入れたのに、なぜアバードを狙わなかった？爪に土が詰まってるような奴は王と謁見などできない。だがエルサやエレンドとの会話はフォーカスを通じて全てエクリプスに聞かれてたんだ。警告なんてできやしない。もしバレたら俺の家族が殺されちまうんだ。
なぜエクリプスは古代の機械を掘り起こす、どうやって動かしてるんだ。解体すると思ってたが、奴らはそれを蘇らせた。残骸に何かの装置を接続して、それでハデスが囁くと墓から目を覚ます。前にそんな機械と戦った、まだいるのか。ああ、今日あんたが戦ったのはコラプターだ。だが他にもいる。もっと大きくて古代の武器だらけのやつが。そいつはデスブリンガーと呼ばれてる。埋まってるのしか見たことないが、これから先はどうなるかわからん。まるで軍隊でも準備してるようだな。そうならば世界は滅びるだろう。俺もそれに加担したわけだ。私は誰かに似てるから殺されそうになった。私より年上で短髪の女、誰なんだ。俺は知らない。だが創造主の落日で以前画像を見つけた。あそこならわかるかも。遺跡で画像を見つけた、どこだ。扉があって、そこの隣の装置に女性の画像が入っていたんだよ。フォーカスに場所が記録されてる。確かに似てる。母親か。質問しているのは私だ。もう十分だ。そろそろ終わりにしよう。命乞いなんかはしない。だが情けがあるなら家族を助けてくれ。お願いだ。家族はどこに。フォーカスに記録が残ってる。いつも見張りがいるが、あんたなら一人でもやれるだろう。お前の命を奪うことなど簡単なことだと思っていた。でもお前は奴らに脅されていただけだ。お前は悪人ではない、弱いだけだ。そうさ、もし俺に強さがあるとすれば、それは家族だ。お前には死がふさわしいだけど俺は死ぬべき人間だ。ためらうことはない。一生かかるぞ。お前が犯した罪を良き行いで償うには。俺に情けを。あんなことをしたのに。そうだ、新たな人生を歩め。より良い人生を。ならばこの恩を一生胸に刻み、俺は生きる。家族が囚われている場所へ行って、私を待ってろ。お前が救う最初の命になる。情けには値しないが、命がけでそれに見合う人間になろう。あんたを待っているよ。
ナサンはここへ来るはずだったんだな。いいな。これは取っておこう。ナサンはここへ来るはずだったんだ。
創造主の落日だな。オーリンは古代の装置で私に似た女性を見つけたと言ってた。私の母親なら、なんでその痕跡がこんな場所にあるんだ。ノラの地から離れて、彼女は一体誰なんだ。彼女の名はエリザベト・ソベック。お前またフォーカスで偵察か。まあいい、何を知ってる。このまま進めばもうじき分かるはずだ。私が知らないこともあるかもな。だが用心しろ。創造主の落日にはエクリプスがいる。遺跡の外に役に立ちそうな装備を置いておいた。場所はフォーカスで探すといい。一体あいつは何者なんだ。エリザベト・ソベックといったら、おかしな名前だ。